すると、感謝を、perhaps 感謝を、外してください。やだ。やです。喉ヌールマスク。いや、寝ようと思ったんだけど、今ちょうどマッサージの先生に来てもらってマッサージ受けてたら、目が覚めちまったってやついる？いねえよな。それ花粉症。いや、花粉症ではないんだよね。目かゆくないから。なんだろうね。でも、変わったもので言うと、ちょうどベッドシーツをクリーニング出して、戻ってきたものを取り替えた日から喉が痛いんですよ。なんでなんすかね。同級生やん、てんてんてん。なんでそんな悲しくなることある？マッサージの先生、自宅に来るの？来るよ。来てくれてる。めっちゃ、もうさっきまで寝てた。こうやって。だからここ後ついてるよね。マッサージの後。ピアスつけたまま寝る派ですか？はい、つけっぱなしです。シソン、眉毛折れてるね。ここでしょ？くせっ毛なのよ。マッサージの先生になろうかな。ごめん。もうマッサージの先生ずっと同じ人だ。マスクの目で目が笑ってるみたい。何言ってんの？ 28 歳になってから初インライかな。すっぴんですか？すっぴんですよ。マッサージの先生は女性？うんふ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 ん。なんと。マッサージの先生は。うんふんふんふん。ひげの生えた男性です。子孫にマッサージされたい。それは嫌だ。疲れるから手が。マスクの下どんな顔してるか当ててみて。いくよ。このマスクきついな。顔でかくなったんかな。これ逆さ？じゃないよね。顔でかくなった説あるな、それな。すっぴんですかって。風呂入ったらすっぴんだろ。こんなに変なライブしてたらニュースになりそう。どこが変なライブやねん。全然変なライブちゃうし、ニュースにしないでください。鼻が赤い。これ？多分さ、マッサージのあそこにさ、うつ伏せで寝てたからだと思うよ。いやん。家具が見えちゃう。いやんいやん。すぐさ、家具とか見えるとさ、問い合わせとかさっとしちゃうからさ、もう本当に、問い合わせ俳優だからさ、ご飯何食べたの？
と残念なんだけど、いや言わないでおくわ、なんか叩かれそうだし、叩かれそうだから言わないでおくわ。問い合わせ、はい。知らないの？お家だよ。なんでマスクしてるのっていうのやめて。何？たこ焼きとか。なんでたこ焼き食ったら叩かれるの？叩かれそうなもの食べたの。虫とか。いや違う、競合はしないんだけど、叩かれるご飯って言った。いや違う、叩かれるご飯じゃないんだよね。まあスルーしてね、普通に配達してくれるご飯を頼んで、なんかお寿司が食べたいなと思ったわけよ。でお寿司を頼んだので、俺お寿司大好きなんだけど、結構光り物とかあんま苦手で、生臭いの苦手なのよ。昔醤油つけないでご飯お寿司食べてるぐらい新鮮なものじゃないとなんか苦手で、かアレルギーみたいな、受け付けないだけなのかな、なんかジンマシンみたいで、すっごいいいお寿司頼んだんだけど、ちょっと臭かったからあんまり食べれなかったっていう話。いる？おでも？おで、お寿司何が一番？いや俺わりかしガチで卵が好き。おで、おで卵好き。コースのさお寿司とか行くとさ、卵一番最後じゃん。だからおでいつも卵まだかなっておで思ってる。なんか手がこの持ち方してると、おでの手が、おでの手が私の子供と同じって。いとこに似てる。もういとこイケメンなんだね。自分で言うな。ああ。いや、いくらってあんま臭いのないけど。苦手だったな。なんか今日湿気かな。雨降ってるから臭くなっちゃったのかな、もしかしたら。寝入りしてませんよ。したことありませんよ。
一度でいいから会いたい。明日鹿児島来てよ。あ、ちょうど俺明日鹿児島行く予定だったんだよね。明日鹿児島行くよ。明日朝から。髪の毛伸びたね。キャンプとか行きますか。あ、ちょうど明日キャンプ行こうとしてたんだよね俺。男の視聴者コメントにいないんで反応ください。顔交換してください。顔は交換できないかな。高いよ、高いよ。次は髪の毛何色にするの。明日金髪にしようかなと思ってたんだよね。ちょうどおで、さすがに埼玉は来ないですよね。いやもう埼玉に住んでるからね。おで、愛知来てください。さっきまでいたのに。何してたんだよ。本名子孫ですか。いや本名は違います。おで桜見た。はい、おでんちに、おでんちに桜の木植えてるんで生えてます。福岡おとといいました。おお、よくわかったね。おととい福岡にいた。家賃半分払うって言ったじゃん。え、何、うちの家賃半分払ってくれんの。マジ。おでは野球見てただろ、どう考えても。マイアミ行ってた。おで、おで決勝戦マイアミで見てた。さっき福島にいたよね。いや、いないです。ネイルしたんだけど可愛い。見せて。じゃあどんなやつ。俺シンプルだよ。シンプルが好きだよ。なんかたまに指より長い爪の人いるじゃん。あれはやだよ俺。おで、靴下可愛いでしょ。今日可愛い靴下履いてんだよ。で、あら、コラボとかしないの。うん、おで友達いないからさ、ごめんね。ネイル変えるんだけど何色がいい。春だからね。何色かね。なんか原色みたいな色じゃない方がいいんじゃないかな。なんか透明に近い方が色気あるとおでは思うな。けどさりげなくしてるみたいなのはね、おで的にはいいんじゃないかなとは思うけど。You can speak English.深爪発揮と大丈夫そう？ん？ちょっと意味が分からないな。ピアスかけるならどこがいいと思う？ピアスってかけるもんじゃなくて開けるもんだぜ。方言かな？ピアスかけるって。
どういう格好、こういう格好、まあ、何でも聞かないで、おでに、おでは理想高いですか。高いかもね、おでの理想は。好きな髪型とかあんまないかな。花ピン、花ピンを開けてるよ、ここに2つ。今はピアスつけてないけど。カラコンしてるみたいに可愛いね。してるよ、カラコン4枚付けしてる。可愛いでしょ。お財布変えたの、おで。うん、おで、お財布変えた。したらさ、グッチにさ、みんながさ、あ、ピカチュウだ。みんながさ、おでの財布って何、どの財布ですかっていっぱいな人から、おでの財布をが何の財布か聞きに来たらしいよ。当たったかな、みんな。おでの財布が何になったか。なんで体勢切ってんの、なんでいつも寝室なの。リビング行って、リビング遠いんだもん。車変えたよね。いや、変えてないっす。いいことだ。問い合わせ俳優としてはさ、悪いこっちゃないよ。悪いこっちゃないですよ。おでん前髪上げて、上がってない今。見て、お、すっごくない？これ見て。すっご、こんな伸びたんだ俺、前髪。顔より長くない？これ、おでんの前髪。見て。ほら。お、すごいね、見て、ほら。長くない？なんだよ、おでいつもマスクしてるのとか、おでいつも寝室とか。私、子孫の家の隣に住んでるから声丸聞こえだよ。あの、丸、声聞こえない、うち。隣誰も住んでない。隣。空き家。見えない。暗くないでしょ、そんなにも。ベッドに下にいるよって言われたらどうする。ん、俺のこのベッド下、人入れない。下に人入れる隙間ない。うん、いや、俺眠いなと思ってたんだけどさ、マッサージして逆に俺目が覚めたみたいな感じあるよね。外でマスクつけてないな。もう車乗るだけやからね、おでん。なんで一人称おでなんですかとか、真面目に質問するのやめてもらっていいですか。もうこたつ収めた？ない。うちこたつ。こたつ大好きだけど、実家にある。
おで何時に寝る？うん、この感じだと2時ぐらいかな。今日の出来事教えてちょ。今日は雨降ってた。今日雨降ってて、うわ雨だみたいな。でも雨降ってる割に寒くないなみたいな。今日の出来事そんな感じじゃない？おでこに出来物ぐらいできるよ、人間だもん。雨降ってるってことは東京おるやん、おで。うん、東京じゃない。俺今日全国つつうらうらしてきた。蒸し暑かったよね今日ね。花見してないよ。うちに花がいっぱいあるって言ったでしょ。でもなんか今週ずっと雨なんでしょ。来週もかな。来週は晴れるよ。月曜まで雨なんだよね。でも暖かくなりそうだね。コートしまわないと。うん。顔整えすぎてる、冷静に。冷静に見るもんじゃないよ。うん。病気治られましたか？とても心配でした。もう大丈夫なんで心配いらないっすよ。おで今年は忙しい。おで今年はそうっすね、忙しいのかな。まあ忙しい時と忙しくない時があるかな。おでって感じですかね。忙しい時はめっちゃ忙しいけど、忙しくない時は忙しくない。花粉症じゃないですよ。暗くなってるよ。今年おでに会えるイベントありますか？作らないとね。みんなもう寝る時間かな。今何時？23時半。おでは映画一本でも見て寝ようかな。お、風呂入りたいから何時までやるか教えて。もう終わるから風呂入ってきな。まあ会える機会あるよ。作るよ。作る。スケジュール次第だな、おでの。まあ、とりあえず、もう朝ドラ始まるからね、みんな。見る準備できてる。みんな、もうすぐらんまんってやつ見た？いっぱいなんか映像映ってたね。なんか、特番みたいなの。どんな作品か分かる感じだったね。あいみょんの曲も聴けたしね。
ランマンは4月3日だよ。前髪一部反抗期。こいつね、なんか髪痛めまくってんだよな。瞳が大きすぎてびっくりする。カラコン4枚入れてるって言ったよ。これがおでの瞳。まだ絶賛撮影中です。竹雄っていう役です。竹雄、分かった？竹雄、竹雄。こんなくっきり見えるんだ、すごいね。テレレッテレレッテレー。もうみんな寝る、寝た方がいいよ。みんな。竹をって、竹にオスで、竹を、竹から生まれたの。だから竹を。もう目は見せません。ジュン君から起きてるから寝れない。じゃあ私は明日、明日仕事大丈夫。最後にマスク取ってきよう。水飲みたい。ヒソンジュンは天才ですか？はい。水飲みたい。水飲んでいいですか？おで。竹内じゃねえよ、竹雄だよ。水飲みた。おで。あ、いって。ちょっと皆さん、あの廊下見せたくないんで。切るか、歩いてる間我慢するか、どっちがいいですか？このまま切るか。どっちがいいですか？なんでいい？じゃあ少々お待ちを。今リビングにいるよ。見えない。いや今廊下走ってたのよ。水飲んだ。
野球見てたって話したよね。ちょっと戻るわ。家は見せませんよ。明日合格発表だからお願いして。ちょっと合格発表はお願いできない。もっと早く教えてくんないと。試験で応援してだったら応援できるけど、合格発表ってもう結果決まってるから。おでが頑張っても無理だ。ねえ、何歩でお家とかやめてくれる？ルームツアーしましょうじゃないのよ。俺だってこの家ほぼ見せたことないでしょ。リビングもソファーバッグかカーテンバッグじゃないでしょ。大丈夫、合格だから。ゾウさん見せてって、リビングなんだよ。ゾウさん、おでのゾウさんはリビングにあんの。ルームツアーする？分かった、じゃあルームツアーしてあげるよ。引っ越す前日にだってさ、店やだ、すぐなんか特定したりする変な人いるから。マスク外して外してうるさいね。大丈夫だよ、やめた方がいいです。ルームツアーって言ってるけどする気ないから。最近おでの家に誰か来たって、だから今マッサージの先生が来てたって。分かった、隣に誰かいるからマスクしてるんでしょ。なんでだよ隣に誰かいるからマスクしようってならないだろ。あ、なるか、あ、そういうことね、飛沫とかそういう問題ね。引っ越す前日にシソンクッキングして、寝るときもピアスしてるって150回言わせないで。 Speak in English please please。 寝るとき暑い、
暑いんだよこのさ布団。俺さ冬ね、今年の冬この羽毛1枚で乗り切った。この羽毛が最強の羽毛でさ、知ってる？最強の羽毛1枚で軽いのにめっちゃ熱くなるの。ぬいぐるみなんてありません。そのさ、定期的に俺早くもう寝てって言ってくる。なんか大丈夫か。俺の布団でかすぎて一人用じゃない。うん、一人用じゃないよ。だってでかいベッドなんだもん。それはマスクもマイク、枕も2つだし、上着じゃなくて羽毛もでかくなるでしょ。俺おで寝相悪いんだから、知ってるでしょ寝相悪いの。おで普段横向きで寝る、マスクして寝る。おで最近ゆっくり休めてる。じゃあ寝ようかな。寝ないけど。眉毛の形変わった？わかんない。俺自分で眉毛触ったことない。今触ってるけど、自分で眉毛とか整えたことないです。やばいでしょ。だからさ、お休みの人がこうなっちゃうけど、お、すごいね眉毛ってさ。あ、すごいね眉毛ってさ、直線になるんだけどこんな顔変わるんだ。どう、なんか困った顔してるね。こうやってまっすぐだとなんかちょっと若返んない？じゃあ朝ドラ見てねみんな。4月から始まるから朝ドラ見てね。それまでも更新できたらするわ。うん？なんで知ってるんだ？いや、ある雑誌の撮影、ある雑誌発売楽しみにしてますってコメント来たけど、なんで知ってんだ？発表はされた、されてないでしょ。うん、あいみょんの曲もいい曲だよ。竹雄だって。竹雄。これ神木との写真もっと欲しい。え、めっちゃあるよ。あ、そうそう、この間メンズノンノの表紙を撮りまして、来月かな発売。知ってんだ、じゃあいいや。
うん、神木との写真はいっぱいあるよ。プリクラも撮ったよ、神木と。信夫じゃねえから、竹雄だから。すごいね、みんな俺より俺のこと知ってるやん。すっげえじゃん、竹雄。今度から、じゃあこれ見てる 1.4 万人、今度から俺のことを竹雄って呼んでね。じゃあよろしくね。ギャルじゃん。いや、うちギャルだよ、おで。違う、今度その話するけど、ブリクラを撮った経緯今度話すわ。龍が話していいって言ったら。サチオじゃないから、それはちょっと前だから。だから切らないって、切らない、今日は切らないって言ったでしょ。だから切らないって、もう。今日は久しぶりにやってるんだから切らないよ。うん、何何何何？マスク？外すよ。今からちょうど外そうとしてたの、マスクを。切らないし、今から外すよ。だから今から外すから、ちょっと待ってて、今から。12時になったら外すから、したらもうルームツアーして、うちの。うちのルームツアーして、で、もう全部、端から端まで見せて、で、マスク外して、で、やるって言ってるじゃん。今日はそういうインスタライブをするの。今日はルームツアーして、もう全部、全部買ったものとかも全部見せるし、冷蔵庫の中身も今日見せるから、で切らないから、だからやっぱ朝ドラは見てねっていう話をしてたし、あとさ、今日さ、寿司を食べたのよ俺。寿司でなんかその